チャンスは、里見カツラによる日本の漫画作品。週刊少年サンデー増刊号1981年10月号から1985年1月号に、各号連載された。アメリカンドリームをつかむために渡米した、日本人主人公が、プロのスタントマンとして、命をかけて、撮影に挑む。日本人の竜日高は渡米し、プロのスタントマンとして、 数々の映画に出演してきた。ひょんなことから知り合い、居候同然となったエリー。撮影事故で亡くなった友人。往年のスタントマンを祖父に、一家でスタントを行う一族。文字通りに、命がけで映画に打ち込んできた龍に、スタントマンではなく、表の主役としての話が舞い込んでくる。本人演技による生死をかけたリアルなアクションで、映画は世界的な大ヒットを迎える。 インタビューでこれまで関わった作品の中で最高傑作は何だったかと問われた竜は NEXT ワンと答えるのであった。少年サンデーコミックスより全4巻。 1983年5月1日 ISBN9 兆7840億9121万121983年9月15日 ISBN9 兆7840億9121万29984年7月1日 ISBN9 兆7840億9121万316985年4月15日 こんにちは SBN9 兆7840億9121万43ありがとうございます。